藤枝市の藤枝市立総合病院。こちらの病院でも薬剤師不足が大きな課題となっています。この病院で今28人ぐらいですかね、あの常勤の方が働いてますけども、まあ、今それではかなり業務的には厳しいものがあるということです。薬剤師が不足する中、求められるのが人材の確保です。しかしこちらの病院では毎年最大3人程度の薬剤師を募集していますが、定員に達しないケースが多く、去年の内定者は2人、一昨年は0人でした。今年の新卒でいうと1人入職をしてくれてはおります。ただ、やはり1人だとまだ欠員がある状態ではありますので、もう1人もう2人欲しいかなっていうのが現状です。病院の勤務は夜勤などがあり、体力的に負担がかかります。また最近では医師の負担軽減のため、業務の一部を薬剤師が担う傾向があり、さらに負担が増えています。しかし病院薬剤師として働くことには大きなやりがいがあるといいます。病院で働くと医師でしたりとか、まあ、看護師、その他のコメディカルの方と直接会って話をする機会っていうのがとても多いです。なのでその分もちろんお互いに顔の分かる関係で対等な立場でお話しすることもできますし、医療の中心に自分が入っていけるっていうところは大きな魅力だと思います。全量60ミリのところ60ミリなので全量に誤りはありません。1杯4ミリのところ2ミリリットルなので1杯量に誤りがあります。県内で唯一薬学部がある静岡県立大学、この日は薬学部の4年生が実習に向けた授業を行っていました。学生たちに現在の進路の希望を聞いてみると、他の職種の看護師さんとかお医者様とかと、まあ、チーム医療で、治療できるのがいいところかなと。薬局で働く方がより地域の人と密接に接することができると思うので、そういう点は私自身はメリットに感じています。病院とかだとやっぱすごい忙しいそうっていうのもありますし、やっぱ夜勤とかでなかなか自分の時間が取りづらいのかなっていうのがちょっとあって。県立大学ではここ数年、学生の進路先は病院よりも薬局やドラッグストアの方が多い傾向にあるといいます。大きな理由の一つが、病院よりも薬局やドラッグストアの初任給が高い点です。初任給で考えた場合に、薬局薬剤師あるいはドラッグストアの薬剤師に、なった場合は、病院薬剤師として勤務した場合に、まあ、年収として100万円以上の差がつくという場合がありまして、学生時代に奨学金を貸与されて、勉学をしている学生にとってはその100万円の差というのはかなり大きいものじゃないかと。病院の薬剤師不足を解消できないか、県は病院の採用活動を支援するため、来年2月に県内52の病院が参加する合同就職説明会を初めて実施することにしました。県外の大学に通う学生に U ターン就職してもらうために、説明会はオンラインで行われます。病院というのは、どういうところかということを知らない学生さんもまだ多いと思いますし、さらには静岡県内の病院がどれだけの採用をしているかということもなかなか分かりにくいというご意見がいただいてますので、県内の病院がどのような採用をしているよ、採用情報というのを学生にお届けしたいというふうに考えています。深刻な
病院の薬剤師不足。行政と連携した人材確保への取り組みが解決の糸口となるのでしょうか。